Okay, so I have something a little bit different today, so I'm going to be continuing looking at New Testament Volume 1, but apparently through the Imaginary Fest game, these are just fan subs, since apparently, yeah, they didn't have like proper English for it, right? So yeah, it's just regular, you know, fans translation right now. But yeah, let's see how this is gonna be through the game. And we got a good 9 minutes here, and I think there's another 9 minute one that I'm about to look at, and I'm gonna put these in parts just so I won't literally be sitting here for like an hour, or just basically so I can get it out to you guys sooner. So yeah, let's just see what this is all about. Like I said, a little different looking at it through the game, but I mean, I'm pretty sure they would like still put the same amount of time that they would in like in the manga or something, right? Or not the manga, but the anime, you know, adapting that. Other than that, I hope you guys will enjoy this. Make sure you like, subscribe, and let's just get this reaction started. Okay, so yeah, definitely spoiler. 神の右席最後の一人フィアンマがロシアから起こした第三次世界大戦。And this should be like right after. Oh yeah, and I might have to skip some of this because I did see like a little bit, you know. 神城トーマの活躍により集結した。彼の消失とともに。ここは神城トーマが存在しない世界、okay. 魔術サイドは再編改善が進み信徒たちには安息の日々が訪れていた科学サイド総本山の学園都市では最強のレベル5アクセラレータが闇と手を切るラストオーダーやミサカワーストと共に穏やかな日常を過ごしていた。 Yeah, and that's what Aeon was talking about. そして この俺、ハマズラ仕上げは惚れた女のために世界規模の戦乱をくぐり抜けた。激戦区のロシアでは軍に蹂躙されかかっていた集落を守り抜き、学園都市から送られてきた数々の資格を返り討ちにして見事に戦場帰りを果たした。もはや世紀末帝王ハマズラと名乗れるくらいだが、そんな俺が取り戻した日々はといえば、ハマズラ、てめえドリンクバーの往復にどれだけ時間かけてんだ。変わってねえ。あれだけのことがあったのに俺の生活何にも変わってねえ。ハマズラ、てめえ遅すぎ。つうか何これ、ちゃんと氷も入れてこいよ。てめえの手でちょっとぬるくなってんじゃん。 It's like you just can't even take get a break. クオリティだぞ。まあまあやめましょうよ。ハマズラは所詮超ハマズラなんですから。しかもやり直させたらさらに時間がかかります。ここは大人な私たちが超我慢するとしましょう。ひでえ言われようだ。そんなに文句があるなら自分で取りに行けよな。その点、変に不満ばかり言ってきたりしない我が姫はやっぱり俺のストライクゾーン。なあ、滝壺。 Yeah, I was about to say, was she asleep? Like, knocked out. 寝てる。先ほどまでのおデートがよっぽどお疲れだったのか。まあハマズラのエスコートだから超仕方がないんじゃないですか。退屈しない方が不思議なぐらいです。てめえの勧めた映画のせいだろ。あんなバカ映画の極みを教えやがって。エンディング直前の超クライマックスで超巨大なインド像と一緒に全員で踊り出すところとか超最高だったでしょ。 Oh yeah, I forgot she puts like, yeah, super, super this, super that. そろそろ時間。そうですね、軽く食べ終わりましたし、そろそろ本題に超入りますか。ええ。場所は分かっているのか。そっちについては超調べてあります。というか基本的にあれは大獣学区にしか超ありませんからね。じゃあ行くか。大丈夫なのか。問題ない。フレンダの墓参りさっさと済ませてしまおう。Her grave, okay. Yes! なんで、て
前後左右上下6方向から屈折レーザーがくねくね襲いかかってくるの。で、ミサコはミサコは脅威のコンボにわなわなしてみたり。レーザーは足止めで、ミサコの同本命はため技極太ビーム砲じゃ。これ、私の知っている製造計画の答えじゃないわよね。こうなったらミサカたちの脳波で作るネットワークを経由してダイレクトにコマンドを送ってやる。ってミサカはミサカは裏技を使うけどなぜか反応がない。サードシーズンのこのミサカの体内はコマンドを弾くための機械が満載だからな。Oh, you can do those commands. その民族衣装はどこで手に入れたの？ってミサコはミサコは尋ねてみたり。ん？そうか、コマンドを弾く関係でこのミサカの記憶はネットワークと常時共有されてるわけじゃないのか。私があげたのよ。福引きで開けたんだけどサイズが合わなくてね。また大人が父の自慢をしてる。ってミサコはミサコは警戒心を募らせてみる。そっちの話じゃないわよ。背丈とか胴回りとか全体的にだいたい単純なバストだけならそっちの子の方が大きいわよ。希望はある。ってミサカはミサカは拳を握ってみたり。いや、ミサカはサードシーズンだから使っている成長促進剤は別物だよ。で、そっちの高校生は誰じゃんよ。小さいののお姉さん？いや、どっちかっていうとミサカはこの子の妹になるのかな。ん？ Yeah, so just a little interaction right there. 何してる？ See accelerator. ミサカもお昼寝ってミサカはミサカは簡潔に答えてみたり。おい。And his voice is deep too. Yeah, I'm so used to the dubbed.取り戻した平穏な味はいかが？何が言いたい？別に。かつて学園都市にあった闇は、俺自身が第三次世界大戦の終結間際に取り潰して、グループの他の連中も、このくそったれな街の中で平穏ってやつと向き合ってんだろうね。Yeah, the peace, yeah, peace and per, yeah, quote that, yeah.欠けてる気がする。俺はもう闇とは手を切ってる。それを傍受する手順はあっても進んで関わる気はねえ。あの戦争に参加した人間の中で欠けている奴がいねえのかどうか。あいつ、あの男は帰ってきてんのか？さっきからゴロゴロしてばかりだけど、やることがないなら買い物でも行ってきてほしいじゃん。買い物で？戦場帰りだかなんだか知らないけど、戻ってきたからには社会の一員として歯車になりなさいってことじゃんよ。人使いの荒いことで。おや、人間社会の中で一番苦しいのは誰の役にも立たず誰からも必要とされないことだと思うけど。教育用の心理学テキストをヘリクスに使ってんじゃねえよ、クソ教師。いや、私はスクールカウンセラーとか向かないじゃんよ。基本問題が起きたら鉄拳制裁だし。物へ。食料品。チラシに赤で丸つけてあるもの。Okay, so just get some food, okay? それ待て。死ぬほど俺には似合わねえ絵が浮かぶぜ。だったら慣れるまで頑張る。ミサカもミサカも。ミサカはミサカは一人では不安なのでお使いに付き合ってあげたり。うるせえ、これ以上未来予想図を俺に似合わねえ絵にするんじゃねえ。行きたい、買い物に行きたい。ちくそー。 Okay, just really want to go shopping. But that's in her head. ネットワークが、ネットワークからとんでもない感情の。Okay, emotional wavelength. Misaka ga, Misaka ga, 一緒にお買い物に行ってあげる。お、
そういうことなら、はい、これ財布じゃん。買い物頼んだじゃんよ。急に柄にもねえこと口走ったかと思えば、そうやって壁に向かって体育座りして、何がしてんだお前。みさかにももうわかんない。 Okay, to be continued. Yep, and then that is it for this one. Then after that, I guess I'll just cut on to the next one. 麦野のやつ遅いな。 Okay, here we go. フレンだって何が好きだったっけ。サバ、なんか缶詰ばっかり超食べていた人でしたよね。Canned? Yeah, canned mackerel. Okay, well, she still paid her respects after what she did to Frienda. ちょっと待て待て、そこのお財布くん、今僕たちバイト中なんで協力してくんね。クソを殴ると成績に応じて金が入るバイトなんだけど。OK。 ちなみに黙って財布を渡しても、逃げようとしても、命乞いをしても、ぶん殴れ。状況わかった？まずい、そこそこヤバそう。特に2番目に喋ったやつ、構えとか腰の落とし方を見た感じ、プロレスラー、プロレス系だ。レフェリーはいないし、マットもない路上の喧嘩じゃ、投げ技や関節技は鈍器や刃物を持った素人より危険だ。とはいえ格闘技に頼ってるってことは、俺と同じレベル0であるがゆえに不良になったタイプだ。今まさに俺と一緒にいる学園都市で最も恐ろしいタイプたちにとっちゃ敵でも何でもねえだろ。おいおい、やめておけよ小僧ども。これは親切心から教えてやることだから、一言一句完全に覚えておくんだ。 Okay, pay attention. そうしないと命の保証もできない。この世の中には関わりあっちゃならないものがある。あんたらは今そいつの一歩手前まで踏み込んでいる。あと一歩だ。その距離であんたらは終わる。そいつを理解したら、ここは素直に回れ右しておけ。キャーン、怖い。ハマズラだ。What? Okay, save him. 何その黄色い声。なんで？なんでこいつら俺にくっついてくんの？勝手に取らないで。ハマズラは。Yeah, so he's already got someone. So, Takitsubo made so na ombu style de dakitsuite korareru to. Oh, 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 この人数相手に一人でやる気か。冗談も大概にしろ、てめえ。 Yeah, there's a lot of text down there. Oh, I can tell, yes. Okay. Screaming for a little while there, that's why so much text. ちくしょう、麦野と絹旗の野郎。So it just seems like a bunch of reactions, or not reactions, but interactions. そして滝壺はやっぱり脱ぐとすごそうな感触だった。 Okay. Yeah, just some talking. Just a little downtime. Just, yeah, literally right after the war. こっちは無事だってことだけでも、あいつらに伝えておこうかな。あ、いやいやいや、無事ってわかったら即座に次の無茶ぶりに巻き込まれるに決まってる。もう少し死んだふりをしておこう。
Okay. Oh, there you go with the real Misaka. Sumane. なんだあれは。常盤台中学の制服だったよな。なんだか大変そうな感じだったけど。まあ、俺には関係ないか。お、浜面。どうしたんだお前。半蔵。これってひょっとして悪意に塗りつぶされた三坂たちを一般市民と並べることでいかに歪んでいるのかを肌で知りなさいってわけ。平和な光景になれろってことだろ。俺にしても三坂ワーストにしても今まではこのクソみたいな街の人間が作り出す悪意の中心点にいて血が流れるのが当たり前、生き残るためにはルールの裏を書くのが大前提。そうやって泥にまみれて這い進んできた。その経験は俺らにある種の実力を与えてくれたが、それは誰よりも平和を自ら遠ざけかねないリスクをはらんでやがる。 Yeah, so just, yeah, welcome that piece. Don't just distance yourself from it. 誰も殺さなければ価値を見出されねえもの。 Yeah, learn how to just interact with people. Just, yeah, be peaceful in general. 空気を取り込んで、これが当たり前だと思えるようになるしかねえってことだが。 Hey, hey, そこの優等生さんよ。うるせえね。そんな特売のチラシなんてどうでもいいよ。Steal, yeah, see, look, steal them and get it. No, like, we got money for a reason. お前ぶん殴ってほしいのか？そうだ。試食品で食中毒のふりし。Oh, that's what I, okay. Actually, you know what? Just go back and let me see, what did they say? Oh, how about we pretend getting food poisoning? Okay. のふりしようか。それをやったら俺がお前を食い殺すからね。なんで俺が常識を語る側になってんで。ふりかけ、海苔の佃煮、しらす、明太子、梅干し。合成物以外まともに食ったことない三坂が言うことじゃないんだろうけどさ。ご飯にかけるもの多すぎない？手を抜きたがってんだろ。これが冷凍食品のオンパレードじゃねえだけマシだと思え。冷凍食品でも三坂には贅沢品だけどね。あれあれ、そんなおまけの人形がついた人形なんて買うの頼まれてたっけ。ひよこのマスコットなんてベッタベタな。親御さん、そいつはラストオーダーへのお土産ですかね。あのガキの本質はどうあれ、趣味思考については割と単純で、お前も三坂ネットワークの一員で一つの大きな意思からの影響は受けているんだよね。だったら趣味思考についても似たり寄ったりか。あのね、三坂はネットワークから干渉されているとはいえ、それはネットワークの中の悪意や黒い部分に特化しているんだってば。あの天真爛漫と同型に扱ってもらっちゃ困るんだけど。そもそも三坂はそれを踏みにじることであなたに効果的なダメージを与えるように設計されているはずだけど、ロシアの雪原でそれについては言いたいほど分かったと思っていたんだけどね。大体そんなマスコットなんて。お前さっきからひよこのマスコットから目を離せないでいるぞ。まさかこの三坂をラストオーダーと同列視することで肉体と精神のアンバランスなプレーをご所望するとはね。三坂 versus a newborn in terms of age, so like, yeah, basically like 3 years old or something.And then, oh, okay, and that is it. Yes, like you're able to talk, and yes, like instead of completely being, you know, like a newborn, you're at least able to, I guess, have some type of emotion, react in a certain way.
But yeah, that's it for these two right here. So yeah, I'm gonna just put these two together for now. And then, yeah, just try and upload this, because yeah, there were a couple of like, well, let's see, it was like what, one 20 minute video, and there's a couple like 14, 16 minute ones. So that's why I was like, okay, yeah, I don't know about that. Because I gotta find time to do some other stuff that I need to catch up on as well. So yeah, for now, I'll just do this. Let's see, hopefully, yeah, I mean, I know the face cam was kind of in the way most of the time, but I was like, yeah, just might as well keep it there, I guess. It'll probably be better, but I don't know. But I have the videos in the description at least, so you guys can see it as well. Unless you just pretty much already know about this volume already. But so far what I'm seeing, just some interactions, you know, just, yeah, peace and all that, yeah, right? Just giving Accelerator that peace. Let him go shopping. Like, that'll be at least a good way of just getting used to regular life, you know? I mean, I'm pretty sure he had to shop and, you know, do something, get some food or whatever beforehand. But still, this is at least a little bit better when he's not having to constantly be thinking about killing someone or doing whatever, fighting. Yeah, no violence or anything, just get used to life, you know. From what I can see, it seems like these subtitles here, they're pretty accurate. Seems, yeah, at least, yeah, accurate to what they're saying. So yeah, I'm not even gonna say too much on that. I guess he just, yeah, I'm used to, I guess, if it was with Toma, yeah, Misaka would have said something if he bumped into her. But nah, if it's just, yeah, someone random, I guess she just doesn't even say anything and moves along. And I do like that, yeah, Frienda's grave. Okay, so, yeah, paying respect. And then, you know what, let me see, I might actually go on to the previous one here, and then, let's see. And then we can go from there. So yeah, World Walk Toma. And after that, yeah, so just some talk, it's just the beginning of it, nothing like too much action related right now, at least. And I kind of do how like it how it's through the game, like I was saying, it's a little different from Aeon, because I actually get to hear the voices, kind of see like how they're actually going to react in a certain way. It's not animated, but, you know, still I can tell how it actually be if it were animated or something. Or if I was like, yeah, maybe reading it and trying to imagine it, it's like, okay, here's another way to imagine it. But yeah, Accelerator, yeah, Misaka words. Yeah, I already know about the relationship getting a little better later on, but I'm starting to see the start of it now. But yeah, where it kind of began. But yeah, other than that, I guess that's pretty much about it. Yeah, I really don't have much else to say. Like I said, just kind of a good bit of talking, and then after that, yeah, just move on from there. So yeah, other than that, I hope you guys did enjoy. Make sure you like, subscribe again, and yeah, I'll just see you guys in the next one.